そして北勢を追ってライン3番手1番の群馬久保田敦史がつけました赤番のホーム、1番後ろに5番加藤武史、残り2周を切っています。動き出していく4番の佐々木、北勢の後ろ1番の久保田敦史、3者のラインが前段3番松永慎太、九州勢に蓋をして先行体制に入っています。バックストレッチ、さあ4番の佐々木健二が体を前に出しての先行策ですが、内飛びつこうとする3番の松永慎太、外7番の村上輝久との並走となっています。そしてこの直後には1番の久保田敦史、6番丸山達夫は少し連携が離れて現在は 4,5 番手といったあたり。残り1周切りました。先頭は4番の佐々木健二、依然後ろは並走が続いています。内側3番の松永、さあどかそうとする7番の村上輝久、牽制しますがバックストレッチで3番松永単独2番手に上がりました。この間に鋭く2番の上原直樹が自ら今日も踏んでくる。そして切り替えていく1番の久保田敦史が4番で外並走、7番村上交代、直線コースに入ります。4番の佐々木が先頭ですが、かわしにかかる3番の松永と大外から2番の上原直樹、広がってゴールイン。3番松永慎太わずかに優勢か。